ミュージシャンや作曲だけでなく、イラスト、MV の制作も手掛けるマルチな才能の持ち主、米津玄師さん。大晦日恒例の第69回 NHK 紅白歌合戦が31日 NHK ホールで行われ、シンガーソングライターの米津玄師さんは故郷である徳島県の大塚国際美術館から熱唱しました。披露した曲レモンは米津玄師さんの亡くなられた祖父へ向けて作詞作曲した曲らしいです。歌詞の最後は今でもあなたは私の光という言葉で締めくくられていますが、祖父への感謝の気持ちを強く感じて胸が熱くなります。ろうそくの炎に囲まれて熱唱した姿は神秘的な感じもしました。今回はそんな米津さんの学歴や経歴などを紹介したいと思います。プロフィール。本名米津玄師、別名義ハチ。生年月日1991年3月10日。出身地徳島県。職業シンガーソングライター。出身小学校徳島市立津田小学校。米津玄師さんの出身小学校は地元徳島市の公立校の津田小学校です。幼少期から高機能自閉症を患っており、周囲の人とコミュニケーションを取るのが苦手だったようです。小さい頃は一人で黙々と絵を描いているような子供だったようで、この頃より感性が磨かれていったかもしれません。また小学校の頃にはほとんど周囲と話をせずに、自分の妄想から生まれたキャラクターと会話する独創的な感じだったらしいです。小学生の時にインターネットでフラッシュアニメと出会ったことで、 BGM に使われていたバンプオブチキンなどの音楽に没頭していくことになります。出身中学校、徳島市立津田中学校。米津玄師さんは小学校を卒業すると地元の公立校の津田中学校に進学しています。中学2年生からパソコンで音楽を演奏したり制作するデスクトップミュージックを始めています。中学3年生の時にはマルチトラックレコーダーを使用して作曲も行うほどでした。しかしご自身の中学時代を振り返って米津玄師さんは悶々と生きていたと語っています。当時は自分のことを分かってくれる人や話の合う人、趣味の合う人は周囲にはいなかったことも語っています。出身高校、徳島県立徳島商業高校。徳島商業高校は甲子園で優勝経験もある常連校で、硬式野球部を筆頭にスポーツがかなり盛んであることで知られています。米津玄師さんは高校時代も周囲の人と接することを避けていたらしく、楽曲や動画の制作に明け暮れていたそうです。本人によれば学校に良い思い出は少なく、自宅からすぐの音楽ショップに入り浸っていたとのこと。とはいえ高校3年生の頃にはレイトラビットエッタというバンドを組んで、10代限定のロックフェス閃光ライオットに応募しています。このあたりから共感する仲間も現れたようです。米津玄師さんは高校卒業後大阪美術専門学校に進学します。総合デザイン学科とコミックアート学科を設置する専門学校で、グラフィックデザイナーやデジタルデザイナー、漫画家やアニメーターなどを育成している学校のようで、専門学校在学時にはバンドを組んだりしましたが、他のメンバーとの温度差もあってバンド活動は休止していました。そして1年余りで専門学校も中退してしまいます。しかし進学と同時にハチという名義でニコニコ動画への投稿を開始します。この頃より米津玄師さんの中で何かが大きく変化していったのではないでしょうか。もともとあまり人とコミュニケーションを取るのは好まないことから、以降は自らの手によって楽曲の制作を進めていきました。最初は本人が歌う形で30本程度の動画を投稿しましたが、実力不足を感じてその後に削除します。
ところが2009年にボーカロイドを使って動画を制作するようになりますが、これが大いに受けて総数で2000万回以上の再生回数を記録することになります。2012年5月にインディーズからファーストアルバムジオラマをリリース。次の年の5月にファーストシングルサンタマリアでメジャーデビュー。2014年セカンドアルバムヤンキーをリリース。2015年にはサードアルバムブレーメンをリリースし、日本レコード大賞の優秀アルバム賞を受賞します。そして2018年に日本武道館で単独ライブを行いました。ミュージシャンとしての活動のほか、イラストレーターやビデオグラファーとしても活躍しており、 CD のジャケットなども自身で手掛けています。紅白での幻想的なステージは米津玄師さんが考えて演出をされたのかもしれませんね。今回大量のキャンドルに囲まれながら中継で歌唱した米津玄師さん。歌い終えた米津玄師さんは、この場を用意していただいた全ての方に感謝の気持ちを述べたいと思いますと頭を下げていました。総合司会の内村照義さんが喋ってると感動のコメントをすると、米津玄師さんは照れくさそうに微笑んでいました。米津玄師さんの歌はすっと頭に入り、頭の中でリピートされてしまいます。音楽の才能は小さい頃からすでに開花していたようですね。これからも素敵な音楽を届けてください。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は、最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。